特近県は中華人民共和国雲南省、デチェンチベット族自治州の県。チベットでは、カム地方に分類される。デチェンチベット族自治州を構成する二行政区とともに、国家給品根県に指定されている。特近は、雲南省北西部、四川省に隣接した三津平流地域に位置し、郊外に、乱走庫が流れている。古くは、茶葉古道の要衝であり、現在は、 名氷河や梅里雪山、白坊雪山を観光するときの拠点となっている。1372年から1508年にかけて、特勤は小島市の牧館とマンコフの管轄区とされていた。1509年、那シ族のジャンオーボー牧帝による統治が開始されたが、1639年にチベット全土の征服を進めていた。 オイラと族保守都部の偶師ハーンが南下して騎士を倒し、その支配下に置かれた。1648年から1660年に、かけ、徳金は、チベットの支配を受けるようになったが、1719年、ハトンは、新朝の作法を受け制、副都市が任命されるようになった。さらに、陽精のチベット分割で1727年には、雲南とチベットの境界を定め、 特勤は、雲南省に基準するようになった。中華民国が成立すると1915年に、古行政委員会が、設置、1935年には、チベット語の寺院の当て字である、特勤が採用され特勤政治局に解消された。チベットを、解放した中華人民共和国は1952年5月に、特勤増族自治区を、設置、1955年に、 特勤券に解消され現在に至っている特勤券市街地の眺望ありがとうございます。